スタートしました。揃いました。3番のナエボルーラ、1番北斗ヘリオス、好スタート。これにつれて6番のスーパーファントムを並んでいきました。あとは同冠プレス、間からはターボツイックと先行争いになりましたが、どうやら真ん中4番の新野村大王が出ていきました。新野村大王先頭に立ちました。2番手には6番のスーパーファントムをつけて、それをかわして同冠プレスが一気に今2番手から先頭に躍り出ます。同冠プレス先頭に立ちました。2番手には4番の新野村大王の体勢です。あと変わりまして6番のスーパーファントムぐんぐん上がって今一気にかわして2番手に上がりました。入れ替わります。3番手が4番の新野村大王、そして4番手に外を回りまして5番のターボツイックの体勢になりました。あと開いていますが、メリーナイスが後方集団の前、それに並ぶように1番の北斗ヘリオスは後ろから3投目の位置におります。内から2番の大活輪がその後ろ、最後方7番シートバー、3コーナーのこれからカーブに向かいます。先頭は9番の同冠プレス、1馬身のリード、6番のスーパーファントムがどうやら今2番手から先頭に並んでいきました。これを追いまして5番のターボツイック、 3,4 コーナー中間を通過しました。その後後をついて4番の新野村大王の体勢です。1番の北斗ヘリオス後方から3投目、今4投目中段まで上がっていきました。第4コーナーのこれからカーブに向かいます。並んでおります。同冠プレス、そしてスーパーファントム、今直線に向いてスーパーファントムが並んでいった。同冠プレスが後をついてスーパーファントム、その外を回りましてメリーナイスが追い込んできた。メリーナイスが追い込んできた。大外1番の北斗ヘリオスは届くかどうか。前の競り合い8番メリーナイス、メリーナイス出た。北斗ヘリオスがぐんぐん追い込んできて6番のスーパーファントムを今捉えて2番手に上がった。先頭はメリーナイス、ゴールイン。メリーナイス勝ちました。メリーナイスが直線追い込んで勝ちました。2番手には1番の北斗ヘリオスが、内粘る6番のスーパーファントムを捉えたようです。